はい、この動画ではひな祭りなどにぴったりの可愛らしい桃の花を作っていきます。桃の花の一つはこのような感じで、枝にこのようにたくさんつける形もとても素敵です。では早速作っていきましょう。今回用意する折り紙はまず桃の花に 7.5 センチ四方の折り紙、そして見本でお見せしたようにこのように枝を作る場合は枝用に2枚15センチ四方の折り紙を用意してください。あと他にハサミと糊を用意してください。まず桃の花から作っていきましょう。色の面を上に置いた状態でまず半分に折ります。開きます。反対側も半分に折ります。開きます。裏返して白の面を上に出したら今度は三角形に半分に折ります。開いて反対側も三角形に半分に折ります。開きます。そしてこのように白の面を上に置いた状態で今ついている折り筋通りに折りたたんでこのように四角に折りたたみます。次は下の角を上の角に合わせて折り上げます。一番上の1枚だけを折り上げます。次は下にこのように2つ角がありますが真ん中の折り筋に合わせて下の角を2つとも上に折り上げます。次はこの今折り上げた部分がこのように三角形になっていてこの間がこのように開くようになっています。この三角形の中に指を入れるようにして開いたらそのままこのように潰すようにしております。そしてこの時ここの角が下の角にぴったりこのように合うのではなくて少し下にずらしてこのぐらいずらして下の角とこのように離れたような感じでこのように折ります。反対側も同じように折っていきます。まずこの三角形の中を開いてそのまま潰すようにして折ってきてこの角はここの角より下にずれるようにこのように折ります。一度裏返します。上の角を下に折り下げます。折り下げてちょうどこの両側の角と角を結ぶ線ぐらいにこのぐらい折り下げます。表に返して今
この中心の折り目のところ、ここがこのようにポケットのように開くようになっていますが、ここにさっき潰すようにしておったこの上の角2つをこの裏のポケットにそのまま入れ込みます。こちらも入れ込みます。このように上の角を入れ込んできたかのようになります。次は両側の角、この両側の角をちょうどこのここの角、ここの角のところからここの角を裏に折り返します。こちらも同じようにちょうどここの角、ここの角で裏側に折り返します。このように折り返っています。そしてこれを上下逆さまにひっくり返すと、このように梅の形が出来上がりました。次はこの中心部分、ちょうどこの折り目のところから少し下に今線を引きましたが、ちょうどこの縁から少しだけ中心に切り込みを入れます。ハサミを用意して、今印をつけたところを少しだけ1、2 ミリ程度ですが切り込みを入れました。そしてこの切り込みのところでできた角、この中心の角を、この中心の角をこの切り込みのところから裏に折り返します。こちらも同じように角を裏に折り返します。このように V の字になってきます。はい、これで梅の花完成です。次は木の枝を折っていきます。まず枝用の折り紙を1枚用意して、白の面を上にしておきます。そしてまず三角形に半分に折ります。開きます。両側の縁をそれぞれ中心の折り目に合わせて折ります。さらに両側の縁を中心に合わせて折ります。
そして次はこの中心の線で半分に折ります。これと同じものをもう一枚作ります。もう一枚も同じように折っていきます。はい、このように2枚同じものが折れました。そして1枚だけこのような斜めの線、だいたいこのぐらい、このぐらいの斜めの線で上に折り上げます。これが枝の角度になってきます。しっかり折り目をつけたら一度開いて、今つけた折り筋で一度軽く開いて、今つけた折り筋がありますが、この折り筋が両方とも谷折りになるように、そしてこの中心の線は山折り、斜めの折り筋は谷折りという感じで、このように折り目通りに折って、そしてこの間にもう一つの枝を合わせて位置を調整して、だいたいこのぐらいがいいかなと枝の位置を調整したら、ここでのり付けをしていきます。のりを用意して、このかぶせ折りをした方の枝をこの部分軽く開いて、この部分に糊をつけていきます。そしてさっきと同じようにもう一つの枝を挟んで、一度裏返します。そして枝のこの部分、この部分を目安に下の枝のこの飛び出ている部分を上に折り上げます。このように斜めに折り上げて、自然と枝の形になるようにしていきます。この部分ものり付けしておきましょう。ここも糊付けしました。はい、そしてこれを表に返すと、これで枝の完成です。そしてここにあらかじめ作った桃の花を貼り付けていきます。桃の花は好きなだけ数を作って自由に
貼り付けてみてください。桃の花の数や貼る位置によってイメージが変わってくると思います。このように桃の花一つ一つだけ作っても可愛らしいですし、このように枝を折ってそこにたくさんの桃の花をつけるのもとても可愛いと思います。ぜひ皆さん、この桃の花簡単なのでひな祭りなどには作って飾ってみてください。桃の花可愛いな、作ってみたいなと思ってくれたら、ぜひ下のいいねボタン押していってください。そして桃の花ひな祭りに作ったよという報告もぜひコメント欄に書いてくださいね。待ってます。